手か一通り終了ということでよろしいですか。では引き続きですね、先ほどの質問特集トークショーの第2弾から行っていきたいと思います。さあまずは、また皆さんマイクは OK でしょうか。最初の質問です。森下選手に来てます。森下選手、お休みによく行くところはどこですか。はい、お休みによく行くところはどこですか。いや、どこも行かないです。どこも行かない。どこにも行かないで家にずっと。はい。なぜ。いや、一人が好きなんで。一人が好きなんですか。はい、はい、ちょっと寂しい。そうです。寂しいのが好き。別にそんな寂しいと思わないです。あ、寂しいと思わない。じゃあ、まあ、せっかくご質問いただきましたが、お休みの時にはどこにも行かないというお答えでした。はい、では続いて選手の皆さんに質問です。コレクションしているものは何かありますかという質問です。では須崎選手から。コレクション、集めているもの、なんとなく集まっちゃったもの。漫画っすか。漫画、例えば初めの一歩。初めの一歩、はい、これは何巻ぐらいまであるんですか。すみません、70ちょっと。放送中申し訳ございません、はい、SBS ラジオです。今ラジオの生中継を行っております。たくさんのサポーターの皆さん、こんにちは。皆さんに送られているということなんですが、少しちょっと司会者の新井真奈美さんにお話を伺っていきましょう。はい、突然ですね、びっくりしました。突然です、すみません、こんにちは。あ、こんにちは。ということはこれは今みんなの声も流れてるわけですよね。はい、静岡県内全域に流れております。静岡県内全域ですって。選手の皆さんもこれはお話ししておいた方がいいと思いますよ。ね、はい、そうですね、はい、今日こちらで、ね、選手トークショー握手会行われている、はい、ということなんですが、こちらどんな趣旨のイベントなんでしょうか。これはですね、ジュビロ磐田の2008年シーズン開幕に向けて、その開幕をみんなでサポートしていこう、応援していこうというテーマのもとに行われています。はい、皆さん応援しに来てくださったんですよね。ありがとうございます。新井さんの方から6人の選手紹介していただいてもよろしいですか。突然振られましたね。はい、大丈夫です。ではどっちからということもないですね。はい、僕からですね。はい、では、ディフェンダー背番号2番鈴木秀人選手です。ミッドフィルダー背番号7太田義明選手。ディフェンダー背番号13森下俊選手。ミッドフィルダールーキーです、背番号23山本康介選手。ミッドフィルダー背番号28船谷健介選手。そしてディフェンダー背番号33こちらもルーキーです、須崎恭平選手です。ありがとうございます。皆さん、それでは選手にもちょっとお話をできちゃおうかなと思うんですが、地元の選手もいらっしゃるんですよね。今日はですね、6人中3名が浜松浜北出身というスペシャルです。先ほどトークショーの中で、それではお家がとっても近くとおっしゃっていました。後ろから失礼いたします。太田選手にお話を伺いたいと思います。こんにちは。こんにちは。ではもうこんなに温かいサポーターの皆さんの声援聞いてどうですか。今日は嬉しいです。もう力になりますよね。そうですね、なります。それでは開幕戦に向けて意気込みをお願いします。意気込み、去年ひどいことになってるんで、まあ今年はしっかり勝てるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。一見申し訳ございませんでした。この後も皆さん移動して浜松ギャラリーモールの方に皆さん移動するんですよね。この前くというかな、はい、ギャラリーモール、変哲百貨店横のギャラリーモールで決起大会を行います。
こちら全選手参加、そして、その後3時30分から岩田市役所で今度は出陣式に参加します。こちらの方両方とも全選手が集まるということなので、ね、皆さん応援しに行ってくださいね。よろしくお願いしますね。ホームタウンをジュビロがジャックするということで、皆さんでジュビロ岩田を応援していきましょう。はい、ありがとうございます。またこの浜松ギャラリーモールで行われます決起大会の前には、12時半から浜松ギャラリーモールでSBS ラジオの夜ラジのスペシャルライブも行われますので、お近くの方そちらの方にも足をお運びください。今日はジュビロ磐田選手トークショー&握手会が行われていますサンストリート浜北からお届けしました。皆さんどうもありがとうございました。すみません、突然乱入しまして申し訳ございません。皆さんに何の前振りもなく登場してしまいましたが、でもなんかすごいね、はい、すごいなんか皆さんまるでリハーサルしたかのような、はい、拍手と笑い声といただきまして、ね、ありがとうございました。はい、すごいびっくりしました。皆さんがもう本当慣れてらっしゃる感じがして、はい、ね、その調子で皆さん準備を言おうと応援しに行くんですよね。ですよね。ですです、はい、もう特にですね、やっぱり15日のエコバでのホーム開幕戦、これですね、ガンバ大阪戦、ここをもうエコバを絶対にいっぱいしたいという、はい、いっぱいにしたいという気持ちで皆さん、はい、ご覧いただきたいと思います。はい、はい、皆さんの声と拍手も静岡県内に全員届きましたので、はい、その勢いで皆さん応援しに行ってくださいね。よろしくお願いします。すみません、突然お邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。